おはよう。ねえ、ちょっと髪型を洗ったって、前髪かっこいい。そう、なんかこれは今日洗面所が混んでて巻けなかったからもう持ってきちゃえって持ってきた。ちょっとじゃあやめよう、前髪だけ。洗面所混むことあるの？混むことあるよ。混むことあるというか、家族の一人がそうお風呂に朝入ったから入れんかった、起きたら。めっちゃ久しぶりにショールーム見れる。ありがとう。久しぶりです。おはよう。今日は天気バッチリだねって。バッチリですね。そう、晴れてます。あ、今から部活頑張って、ゆりかさん頑張ってください。今日は8時までします。こうやって机が揺れても落ちない。今日は37度でやばいって。37度なの？やば。広島はね、あ、なんかこっち iPad 前期のやつ入っとる？入っとらんかも。おはよう。昼から雨降るかもよって。そう、なんかお母さんが昼から雨降るよって言ってた。あ、天気ない。天気ないんだ。まあいいや。なあさん、白スイカと花束ありがとう。あれ？なんか iPad ではこの2つしか出んかったけど、携帯だったらもっと出る。なあさん、カラフルなだるまとハートとバラと小判と白スイカと花束。健一さん、だるまとハート、とっとり太郎さん、バラ、ありがとう。成人花嘘配信だねって、ありがとうございます。昨日ずっと欅のやつ見てたわ。地方もほとんどなんか一人一人は一瞬やけど、見た、ほとんど顔写真の人。週末の服決めたって。まだはっきりとは決めてないけど、大体は決まってます。名古屋で松井さんか。あ、昨日でしたよね。ちゅうちゃんの宣伝しました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、あおちゃんピアノうまかった、めっちゃうまかった。なんか昨日ね、あおちゃんがピアノ配信をしてて、でたまたま見に行こうと思って見に行ったら、たまたま瀬戸内の声を歌ってたじゃない、やってて、そう勝手にコラボした 勝手にコラボしました。痩せて返す波音、君が近づいた。昨夜はかのんちゃんもコッコちゃんも浴衣配信だったねって。めっちゃ浴衣やん。ひなこちゃんも浴衣だった。すごいね、浴衣デーだ。皆さんの好きな 浴衣、浴衣、浴衣だ。そう、勝手にコラボしました。浴衣多かったね。なぜわかる？わかりますよ。浴衣？どうしよの短い浴衣とかある？今日の服ピンク。あ、これほのたんとお揃い、たまたまお揃いのやつ。千穂ちゃんの浴衣も見たよって、どこで？そう、12秒、今日12秒、今日12秒ですから。ウケる。千穂ちゃん1200秒ぐらい歌ってるやろって。12秒はめっちゃ歌ってますね。唇に触れたのは柔らかな、かゆかゆ。あ、見たいよってことね。なるほど。20分。でもそんぐらいやってる気がする。歌ってる気がする。お腹鳴る。お腹すいた。そう、ティフでテトラポットをしたんですよ。だから練習とかでめっちゃ聞いてて、だから歌っとったんかもしれない。みんな実家に帰ってるから。ああ、それもありそう。ゆきさんバラ、けんいちさん黄色いだるま、とおるさん花束、反抗期さんハート、ありがとう。
実家とか帰らないのって、え、ここ実家実家だよ。おはよう。そう、千穂ちゃんの両親の田舎も広島なん、うん、くしゃみ出る。両方ともおばあちゃんは広島です。そう、ウケる。ちょうちゃんとみえみんの配信を見てたら白黒配信、ちょうちゃんいろいろやる、やった、ありがとうございます。そう、おばあちゃん家には帰らないんですか？え、普通におばあちゃん家よく行きますよ。おととい？昨日？あ、東京から帰った日におばあちゃんが地方に引き取って普通に会いました。広島 100% やんて。そうなんですよ、純広島です。ナナさんは夏に熱い鍋物とか食べるの大好きらしいけど、千穂ちゃんは、あ、それモバメで昨日来てましたね。いや、私は夏にお鍋を食べないかも、まず。うん、でも夏にめっちゃ辛いものとかを食べて汗ダラダラになる。あ、そんなダラダラにはなりたくない。でも熱い辛いものとか食べたいですね。うん、そう、なんかね、千穂ちゃんは冷やいもの、そう、なんか冷やいって結構使うんですけど、この前2人ぐらいに冷やいを使って、福ちゃんと多分誰かに冷やいって言葉をなんか普通に使って、そしたら「ん？」って「ん？」って言われて、あ、冷たいって言ったら、あー冷たいかってなった。そう、そう、冷やいて、あ、私も使えた、イエーイ。なんか目が変、冷やいて広島弁だから、そう、なんか、え、広島弁でもないん？でもなそれって言われた。うん、ちめっちゃお腹鳴るんだけど。お腹鳴る。世界中で、おはよう。学校楽しいですよ。飲み物ないの？飲み物30分だからなくていいやと思って持ってきてなかった。おはよう。そう、あ、キャッチしましょう。私がここで瀬戸内っていうので、そしたら皆さん地方って言ってください。イエーイ、イエーイ。それでは行きます。はい、
瀬戸内地方。瀬戸内か癖が強い。瀬戸内か、瀬戸内から笑顔を届けるけん、広島県出身15歳、千穂ちゃんこと石田千穂です。いえ、よろしくお願いします。あ、この毛が気になる。この毛も気になる。よし、そう、嬉しい。なんか地方ルームは安心する。とありがとう。安心したい時に来てください。あ、お腹鳴るんだ。私ピアノ弾けないです。そう、弾けないんですよ。ちょうちゃんが一番リラックスしてるねって。そう、ちょうめっちゃリラックスして配信してますよね。そう、いつものほんとショールームしてます。そう、やばい、お腹が鳴るぜ。そう、 iPad で楽器のアプリ撮ってみたら、あ、いいね。早速行く。タンバリンタンバリン、え、なんでタンバリンって言ったのにピアノがたくさん出るのよ。しゅうちゃんは打楽器専門って。そう、打楽器、打楽器好きですから打楽器って言ってみ。あ、待って、なんか打楽器、オッケー。あ、なんかあのあれが出てきた。ドラム、ドラム、ドラムが出てきた。驚くほど本格的なサウンド、素晴らしい演奏機能、多様類のドラムセット、クラシックのドラム、エステニックドラム、そして電子ドラム、ポピュラーソングに合わせて演奏してください。だって、ちょっと入れてみますね。ね、ドラムかっこいいよね。なんか本当に中学校の吹奏楽部で仲良しの、小学校から一緒にずっと行ってる女の子がいるんですけど、その子が吹奏楽部入って、で3年生、あ、ドラムをやってたんですね。で、あの文化祭の時の3年生で吹奏楽部披露ってなった時に、
その子はめっちゃ上手でドラムがチュン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 って感じで、もう若さ始めまして、もうその時に千穂もドラムしたかったと思った。あ、すごい、どう？なんか基本さ、どれを叩いてもなんか絵になるくない？イエーイって。くもはさん緑のやつ、なあさん黄色と赤いだるま、けんいちさん緑のだるま、反抗期さんだるま、藤井大地さんタコ、反抗期さんハート、トトイ太郎さんバラ、ケンイチさんと紫のだるま、キワくんさん緑のやつ、ありがとう。なんかそれっぽいよね。いいじゃんいいじゃん。なんかワンツーワンツースリーフォー、トゥ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 、I need you, I love you。 頭の中考えるの働きすぎく、日々のでしょ。あ、めっちゃいい。時々使おう。え、地方一番さ、iPad を活用しとるんじゃないですか。わーい。楽しい。あ、なんか CM が出た。ピアノもある。あ、違った、他の入れてだった。そう、顔真剣。そう、ソースソースソース。そう、瀬戸内地方。すごいね。え、マチェリンさんはピアノで弾いてた。ピアノで弾いてた。絶対音感すごいですね。憧れる。え、今のいいねって。え、瀬戸内？やった、やばい、お腹鳴る。私はヨーグルトを食べました。私はみかんを食べました。言い聞かせる、言い聞かせたらね、ならんくなる。だし今考えた、あ、今晩寝るね、STU が。命の歌。皆さん、見てみてね。わけめ変えたんて。いや、今日は、コテを使わなかったので、適当にヒュッと持ってきただけ。あ、55分になったので、お礼いきます。あ、こっち戻さないと。
13位マーチンさん、12位クモハさん、11位風神雷神さん、10位ドンちゃんさん、9位ムムさん、8位ユージローマラさん、7位ユキさん、6位トトミチさん、5位マトタカさん、なんかすぐわからんくなる何位よとか、4位トモさん、3位ペポさん、2位キョウくんさん、そして第1位はスニッパーさんの後ろに行っちゃってる。そして第1位はじゃん、ケイチさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みですね。この前髪気になります。フォフォ、じゃあ次は名前呼んでいきます。トニさん、フォースト、トモニさん、なーちゃんさん、埼玉山添さん、ハブライズレバーさん、さゆりさん、トニさん、タンタンタナキさん、山口ピン太郎さん、レイサクさん、三好さん、イハクさん、秋葉町内会さん、透明人間さん、上原さん、スパークさん、ともきさん、神楽さん、おやじいさん、のんたさん、なおさん、年次向きの反抗期さん、グレートマンさん、ヒロロンさん、マックス、タキさん、マシロさん、トモテンさん、ハルさん、パブロンさん、ゆきおさん、なおてるさん、たみきくさん、べいけんさん、とおるさん、ぷーさん、なおさん、なかじいさん、ガルアールさん、よっこさん、たむたむさん、ねえたさん、べにーださん、テトロポットおじさんさん、おもかげさん、こっちゃんさん、せつさん、カープ男子さん、たこやきさん、いやひこさん、てんぷたーさん、NC サクライダーさん、こうたのパパさん、やんでれさん、ひろちさん、こめたろうさん、のりさん、ディカイブルーさん、あいちゅうさん、まれすけさん、かっちんさん、だいちさん、なおさん、何読めない、なんちゃらの福王さん、アタクさん、アンリタンさん、ムンさん、デナオさん、ポップコーンさん、オドンさん、ヨッシーさん、20世紀ともちゃんさん、コシヒカリさん、アバッタンさん、カルカルビ隊員さん。よし、じゃあそろそろコメント読んでいきます。マシロさん、ポップコーンさん、シプーゼンダイさん、カンバルンバさん、デマカセプリンスさん、タタタヌキさん、デモデモの涙好きさん、ナナミさん、久しぶりに見た、ありがとう、 Thank you、 タツキさん、ダイヤカカさん、火曜日さん、ハチさん、コジコジさん、テンさん、クモハさん、皆さんありがとうございます。クロネコさん、ヨッシーさん、トトミチさん、パブロンさん、中じいさん、北斗さん、バラユッコさん、バラケンイチさん、ハートトンディさん、青いだるまクモハさん、緑のやつナーさん、黄色と赤のだるまケンイチさん、緑のだるま、ありがとう。ふう、今日の配信予定はまだいまいちなので、時間表みたいな、なんだっけ、タイムテーブルに載せておきます。イエーイイエーイ、ウケる、なんだかかわいい、ありがとう、 Thank you。 なんか今日英語使いたくなりますね。全然できんけど、よし、ということで、ということで数えます。3、2、1、バイバイ、ありがとうございました。みんないってらっしゃい。今日は水曜日、頑張ってね、バイバーイ。